いしんぼ大ちゃんが来たよ。おいしいフルーツを食べて持って行っちゃうんじゃないの。コウモリになっちゃってるから気をつけないとね。インコじゃない。その1時間ぐらいでなかった。あ、そう。そのさ、大きな、なんだっけ、トマト、うん、トマトの感想美味しいんだよ。ちょっと一口食べてみて、こう自分で。意外とね、味があってね、美味しいよ。ペット用なんだけど、何にも味付けてない普通に乾燥したトマト。美味しいでしょ。お母さんね、ペットにあげるもの味見するんだよ、ちゃんと。大ちゃん、来た来た来た。大きいのもらったね。そんな大きいのあげちゃうの。大丈夫。大ちゃん、びっくりして、ほら。あららら、あんた食べ物だと思ってないよ、この大ちゃんが。大ちゃん、美味しいものをこんな置いてっちゃってバカね。一口サイズでいいんじゃない、うん、モテるサイズぐらい。はい、どうぞって。大好きなものなのに置いてっちゃうのもびっくりするね。今いっぱい食べたんだよ、フルーツを。もこちゃんのフルーツ全部盗んで食べちゃった。こう肩に乗ってる。面白いね。今のさ、自分の LINE のアイコンにすればいい。こっち向いたら自分の顔が入ったのに頭だからね。こっちが座れてる。Thank you.